ちょっと困ったことになっててね。どうやらあのイベントを発生させると、ラキオと僕が敵対するんですよ。で、どうなるかっていうと、どっちも生き残った状態でゲームを終わらせなきゃいけない。でね、まあラキオなんかバグの可能性がすごい高い。で、僕は絶対これ市民しか出てこない。ここにイベントサーチしても村人しか出てこないんで。すごい難しくて、ラキオってね、釣られやすい立ち位置の人間だから、今何重ループも繰り返してますね。ね、バグいるでしょ？だからバグに勝たせなきゃいけないんだと思うんだよね。まあちょっとこれやってみるか。エンジニアいない方がいいな。うわぁ、むずいんだよな、これマジで。あれ？これ勝ちじゃない？三郎だよね。来た！ああ、やっと勝てた。ああ、よかった。結局、君を始末できなかったな。まったく、グノーシアも役に立たないね。ああ、よかった。これ今回僕、守護天使で、今人間の勝ちが確定してるんだけど、おそらくラキオがバグ。バグを消せてないと思う。まあいいさ、これで全部終わりなんだから。今ならラキオと話ができそうだ。タリコから何を知らされてたか教えてくれないだろうか。メイドの土産に教えてくれ。ああ、なるほど。ニクは何も知らなかったんだ。君自身のことなのに。そうか、全く滑稽だな。君も僕もね。ならば君に問題を出そう。何、ちょっとした謎かけだよ。また謎かけか。では問題だ。僕の出す問題に正解した方がいいと思う。どういうこと？した方がいいと思います。おめでとう、不正解だ。そう、正解なんてしない方がいい問題なのさ。君自身についてもね。なぜなら君はもう消えたはずの存在だからさ。考えてみなよ。なぜ船内にグノーシアが潜んでいることが発覚したと思う？選択肢一つしかないんだけど。誰かが消されたから？と答えた。その通り、まず最初にグノーシアは消したのさ。そう、君をね。そういうこと？え？自分がグノーシアに消された？ああ、君は第一被害者。とうに消えたはずなんだ。だが君はここにいる。そして誰もこの矛盾に気づかない。なんでだ？僕自身タリコに妙なことをされるまでは疑問にも思っていなかったよ。これは一体どういうことなのか？この矛盾、タリコが言うところの歪みについて随分考えたものさ。結果僕は一つの知見を得た。すなわち、なぜバグなどという存在が発生したのか、その原因についてだ。グノーシアについてはまだいいんだよ。もともとこの宇宙で実在が確認されているからね。だが、バグは違う。ただそこにいるだけで宇宙を崩壊させる。は、お笑い草だよ。そんな代物がなぜ必要なんだ。それはね、おそらく君がいるからだよ。指さされてる。声。消えたはずの君がここに存在する。それは、摂理を犯す行為、修正すべき歪みだ。だから宇宙ごとなかったことにする。そのために生まれたのがバグという存在なんだろうね。そう、君のせいだ。この違和感、何かがひどく狂ったような感覚は。え？なんこれ？あ、歪んでんのか？そして君のせいさ、この宇宙が崩壊するのはね。ああ、まあ、役職的にはラキオがバグだけど、なんか僕のせいで宇宙壊れたらしい。あ、ほら、ラキオバグだ。え？なんか、てか何も開いてないけど、ロック。え？どういうこと？え、結局何も情報を得てないじゃん。はあ？7人2浪？なんか久々こんな少ないの見たな。やってみるか。節と留守番。ああ、なんか嫌な感じ。ニクが消えたはず？何を言っているんだ。いや、私の知る限り、そんな記憶はないよ。だけど、その記憶自体が間違っているかもしれない。そういうことか。レビー、調査できる？ニク様が沖縁になったなどの事実は確認できません。ですが、確かに若干の不整合が見られます。グノーシア汚染確認プロセスで一部のログが消去されています。あるいは、これか？記憶がプツリと途切れている。僕は結構ロジックが高いから、このログをいっぱい見れるはずなんだけど、ここで記憶が途切れている。なるほど、昨日のうちに何者かがグノーシアに消されている。その可能性は否定できないね。もしそれが事実だとしたら、なぜそのことに気づかなかったのか？ニク、これは重要な情報だ。この件については私の方でも調べてみようと思う。何か分かったら連絡するから、ニクはいつも通り話し合いに集中してほしい。こんな少ないの久々だな。名乗り出ろエンジニア。レムランとタリコか。これどっちか、もうローラーしていいじゃん、これ。ダメかな。レムラン協力しよう。
怪しいな。あ、役割を明かす留守番、明かすしかないな、そしたら。タリコが怪しい。まあ、どっちでもいいけどね。助けを求める。弁護。弁護、弁護。人間だと家やってみるか？タリコ、ラキオ、レムナン、シピ、SQ。施設言ってないね。まあいいけど。まあ、ロラーすればいいんじゃないですか？タリコ入れとく？え、まあ、この二人だったらシピの方が。若干あれもあるけど、怪しさあるけど、ドクター明かす。あ、あ、じゃあ確定じゃん。絶対に人間だらけを。シピ最初レムランと手つなごうとしてたし。オッケー、これでグノーシア1釣れた。レムランかな？そしたら。そしたらレムランな気がする。あ、どうする？セツのとこ行ってみる。セツいた。ラキオ消滅か。報告求める。SQ 人間、SQ グノーシア。協力しよう、セツ。あ、セツ協力したのか。タリコはグノーシアっつってて、レムランは人間っつってて。え、タリコの言ってることおかしくない？レムラン、タリコどっちかグノーシアなんだから。タリコこれグノーシアだ。セツお前なんで協力しようとか言ってんだよ。ダメだよ。そんな簡単に手つないじゃん。あー、ちょっとセツ、なんで手つないだ。オッケーオッケー、よかった。え、これ終わりっしょ。あ、終わったくさい。まもなく空間転移を行います。乗員の皆様は自室にお戻りくださいませ。ん？次の転移まではまだ時間があるはずだが、航路が変わったんです。今からこの船は新宇宙に向かいます。あれ？あれ？負けた？あ、負けた。あれ？あ、そもそもシピが乗員？なるほどね。あ、なるほどね。あー、はい。そうですか。え、見て、バグ出てこない。え、怖っ。あのラキオとの一件があって以来、バグが出てこないんだけど。周回してみるか。エンジニアドクター、グノーシア2。勝ったけど、お疲れ様に行く。話し合いはうまく運んだね。だけど、私の方の調査は進んだとは言えないな。初日の前に何者かが消えたかもしれないという話。やはり誰も覚えてはいないらしい。汚染者自身ですら、ね。これ僕だったらめっちゃ怖いんだけど。タリコにも聞いたがやはり無駄だった。はぐらかされるばかりで全然。この件については今後のループでも調べていくよ。だけど期待はできないかな。おそらく普通のループではダメなんだ。何か極端な条件で。あ、極端っつったらもうあれしかねえだろう。グノシアゼロ。え？は？え、あれ？なんで？え、なにこれ？平和じゃん。あ、銀の鍵に問題が生じました。情報探知できません。あ、イベントサーチできない。え、待って、気づいちゃったんだけど。え、これじゃん。極端な条件って。え、こういうことじゃね？あ、やばい、めっちゃ鳥肌立った。え、あ、バグもなしにできる。お、強振どうする？強振はいらないわ。エンジニア。え、いける？あ、いけちゃった。ここは、え、平和な世界来ちゃった。グノースの手が及んでいない宇宙。船内に汚染者が一人もいない。おそらく唯一の宇宙だ。やはりニクもここにたどり着いたんだね。この昨日の世界に。そう、このループはいつもの開始時点より一日早いんだ。なぜかはわからないけれど。だからグノーシアがいないのか。なんかグノーシアゼロって、このゲームを全否定してる気がするけど大丈夫かな。さあニク、これから何が起きるのか確かめてみようか。デイゼロ。実績解除、グノーシアゼロ。お、ニクちゃん、もう起きたんだ。セツも一緒なんだ。今、みんなで食堂で飯食ってるからさ、二人とも来れば。そういえば、グノーシアがいない世界って何してるんだろう、みんな。ただ宇宙さまよってんのかな。ああ、ありがとう。行ってみようか、ニク。うわ、こんな料理並んでんの初めて見た。食堂のテーブルにはみんなが思い思いに持ち寄ったのか、雑多な料理が用意されている。ちょっと考察してみる。これ何？卵料理？肉にも見えるけど。あ、こっちにガチモンの肉あるわ。これね、これ多分コメットです。パフェみたいなやつかな。あ、これ乙女かな。あ、乙女は魚食うから、これかな。で、次男和食派だから、ちょっと見えないな。ここがっつりスイーツ映ってんな。これね、茂道だね。ここら辺ちょなす。はい。なんでもないです。肉とセツも来たんだな。まあ、適当に食ってけよ。シピって飯何食べるんだろうね。お、セツか。俺さ、まだお前にちゃんとお礼してなかったよな。
え、礼をやれるようなことがあったかな。何言ってんだよ。お前、俺らのこと助けてくれただろ。そうだよな、ルーアンだっけ？あの星、グノーシアだらけだったじゃん。セツが誘導してくれなかったらさ、俺ら、あ、僕ら、毒気に消されてたって。うん、セツ、ありがとう。ルーアン星系、ルーアン星系なんかあったっけ？そうか、ふふ、そんなこともあったね。俺だってセツには感謝してんだぜ。感謝の気持ちがギラつく欲望に変わっただけで。ほれ、溺れるものは藁をむんふんふんだよ。つだろ？ねえねえ、セツ、シャーミンを助けたの失敗だったんじゃない？まったくだ。セツはみんなのこと助けたのか。すげえこれ、めちゃくちゃ平和じゃん。みんな楽しそうに話しながら食事をしている。セツの顔にも時々笑いが見える。ニク、もう怪我は平気？怪我してたの？怪我？ああ、そういやニク、結構な大怪我してたっけな。うん、ものすごいことになってたよね。てっきりニク、俺みたいになると思ってたんだけどな。まあ治ってよかったわ。こりゃ回帰祝いだな。へえ。しばらく食事に付き合った後、セツと二人で食堂を抜け出した。ニクが怪我をしていたなんて初耳だよ。だけどみんなはそのことを知っている。グノージアがいないことだけじゃない。やはりこのループは今までとは違うようだね。それに、ふふ、奇妙な感じだよ。今まで互いを疑い騙し合ってきたみんながあんな風に仲良く過ごせるなんてね。それな。ずっとこのままがいいんだけど。もしこのまま。すまない、何でもないんだ。行こうかニク。他の乗員にも話を聞いてみよう。娯楽室とかにいそうだけど。メインコンソール。何度も言わせないでほしいんだけど、グリーゼ本命に航路を設定するのが一番効率的なのは明白じゃないか。全くどうしてわからないかな。ラキオさん、もういいですから。しかしだ、このジョナス船長としてそれは、おや、ふふ、噂をすれば影か。え、ニクス様？なんで、なんだ？現在我々は当船の今後の進路について協議している。そこで軍に属する君に問おう。我々はグノーシア汚染によって壊滅したルーアン星系から辛くも逃れてきた避難者だ。そしておそらく他に生存者もおるまい。したがって我々にはルーアンの現状をしかるべき機関に連絡する義務があるだろう。ここからほど近いオウダン軍基地に向かうべきかと愚行するが。オウダン軍基地？説のところかな。まさしく愚行だよ。軍なんかに捕まったら報告だの検査だのとどれだけ拘束されるか知ったもの知れたものじゃないだろう。僕はごめんだね。とまあふふ、この通りさ。説どうしたものかな。そうだな。うん、セツさんが決めてくれたらいいと思うの。喧嘩しないで済むし。あと、タリコ見てないな。ククルシカもいない。ククルシカでもあれか、寝てるだけか。あ、いるわ。ククルシカもうなずいている。ルーアンに関する報告は私がしておこう。だからわざわざ基地に立ち寄る必要はないだろう。よろしいのですか？青函航空の規定によれば、グノーシア汚染が発生した場合、関係者は速やかに。いいさ、この船に汚染者がいないことが判明している以上、規定に従う意味もないからね。これは驚いたね。セツキミ、意外と話がわかるじゃない。ふむ、ならばぜひもなし、ラキオの希望通り、グリーゼ星系へと向かおう。ああ、よかった。ありがとうございます、皆さん。それに、ラキオさん。礼などいらないよ。僕はただ、とっととグリーゼに戻りたいだけさ。いいえ、わかってます。もし基地に行ったら、僕はまたあの人に。だから、ラキオさん、僕のことを心配してくれて。レムナンなんかあったっけ？皆さんには誤解されているかもしれませんけど、ラキオさんは本当にいい方なんです。ここにいる全員が同意すると思うけど、レムナン、君相当に気持ち悪いよ。てんてんてん。あの、ジョナスさん、グリーゼの方に行くなら途中で惑星ナダで降ろしてもらえるととても嬉しいのです。ナダには私のお家があるので、あ、そうなんだ、帰るの？もちろん構わんとも、レディのエスコートは紳士のたしなみだからな。やった、ありがとうなの。あ、ヨシカドさん、元気にしてるかな。よかったね、と嬉しそうに乙女を見つめている。そうだ、ククルシカさん。ククルシカさんはこれからどうするのです？ククルシカはゆっくりと手を振っている。てんてんてん。乙女、ククルシカは何て言ったの？寝たり起きたりして死ぬまで楽しく生きれればいいかなって。そうなんだ。キュ、そうだ、よかったらククルシカさん一緒に灘に来ないですか？きっとククルシカさんお友達いっぱいできると思うの。どうかな？ククルシカはただ静かに微笑んでいる。これからか。ちょっと待ってね。いや、なんで ?0 日目。なんか悪いんだけど。これからか。未来はあるんだね。忘れていたよ。私には手が届かないものだから。ねえ、ニク、もしループを止めることができるとしたら。私はこの世界でループを止めたい。グノシア汚染者のいないこの世界で。ああ、そういうこと。こ
ここに留まりたいと。まあ、そりゃそうだろうね。そう、この世界だったら全員に未来があるんだ。はっ！高肉、お前には未来などない。タリコ。なぜなら肉、お前はこの宇宙にあってはならぬ存在だからです。いい加減にしてくれないか、タリコ。なぜそんな言いがかりを。あ、いいえ、セツ様。タリコ様のおっしゃる通りです。ステラまでそんなことを。ニク様、ルーアン星脱出の際、事故に巻き込まれて重傷を負われました。そのため、医療ポットで治療を続けておられますが。え？治療を続けておられますが。その治療が終わってここにいる、ただそれだけのことだろう。ですが。不説、所詮言葉では伝わるまい。己の目で確かめてくればいいでしょう。わかった、医療ポットを確認しに行こう、ニク。いや、なに、怖い怖い怖い。やだ。なんで僕だけいない未来とか、ちょっと勘弁してほしいんだけど。これだね、このポットには確かに誰か入っている。ステータスは治療中。もうじき終わるみたいだ。ここで待っておこうか。てんてんてん。正直に言えば私は怖いんだ。だけどね、覚えてる？疑うな、恐れるな、そして知れ、すべては知ることで救われる。あ、これなんだっけ？ああ、僕が言ったんだ。昔ニクがそう言ってくれたよね。私もそう思う。私たちは知らなければならないんだ。はてな、その言葉は最初のループでセツが言っていたか。確かにね。あれ？まさか覚えてないの？あ、そうか。ふ、なるほどね。いや、なんでもないんだ。気にしないで。それより、見て。え、なんかこれさ、僕二人いるの？人間じゃない？もしかして、主人公。見たくないんだけど。治療が終わったみたいだ。ポットが開くよ。ねえ、ニク。もしニクが君が何者であったとしても、私は君を。ポットの中にはもう一人の自分がいた。ああ。そしてもう一人の自分が目を開けた瞬間、致命的なエラーにより、この宇宙は消滅しました。自分が二人いたからってことかな。